先制されて2回。この守備からしっかりとリズムを作っていってほしいな。キャッチャーの要求はインハイのカットボール。ナイスボール。打ちました。ボテボテの当たりはショートゴロ。さすが今宮さん守備が安定しているな。次は一発に注意しなければならないバッターだぜ。あ、単打は仕方。さあ反撃の時間だぜ。もう最終回2アウト、2点ビハインドになっているんだぜ。なんで美馬さんのスタミナは尽きているのにまだ投げているんだぜ。多分このホークスキラーのせいね。つまりスタミナがなくても抑えられると。舐められたものね。野球は2アウトからよ。今宮さんここで同点弾お願いします。任せとけ。おなあ、これでかい。いけいい入れー。やったー。これで同点よ。負けずに済みそうでよかったぜ。